はい、あ、そうですか。そしたら説明させていただくとありがたいんですけど、もし簡単に、あ、顔は取れませんので、はい、ここがあれですか。いや、連動しますよ。ちょっと止まってると皆さんこうやってるんで、ネタは止まってるんですか。ネタと言いますと、あれなんですけど、本年期間の毎年1回、大体9月頃に本年期間で、毎回やる。それに向けて、毎年5月6月頃って、あ、そしたら、毎日訓練はやられてるの。あ、毎日やれてます。午後。あ、午後。あ、はい、そういうの見学なんかできるんですか。時間があれば。そうですね。もし機会があれば、はい、またお邪魔します。はい、そしたら簡単に説明しなくてありがたいんですけどね、はい。子供たちが結構興味あって、はい、せっかくですもんね。簡単に説明していただくと、はい。はい、どうぞ。はい。はい。今から入ってきたのが、で、はい、ある程度、まあ、高い指導だったり、指導指導だったり、いろんな指導あるんですけども、その指導作業をまとめる役割ですね。各作業がどんな役割をするかっていうのを、じゃあ本部みたいな感じですかね。そうですね。はい。こちらは、こちらとしては警報か。あ、はい。救急車がなんか一台少ない気がするんですけど。今、起動中。あ、そうなんですか。で、1台。じゃあ通常は2台ですね。はい。あれ、少ない感じするんですけど、あとは各々の消防署にあるわけですか。そうですね。各消防署に。まあ、消防署っていう感じで言うと、ありますね。2章、4文章になってますよね。そうですね。この4文章は、大体10台ぐらいある。そうですね。そうですか。あ、わかりました。じゃあ次にお願いします。ということは25メーター距離でいうと1回ぐらいですね。大体小学生そんな感じですね。はいはい。これが2台ぐらいあるんですか。3つにもう1台あるんですか。基本的に高い数ですけど、消防車というか、消防車から2台で、他の消防車から計5台5台ある。それが第一出動と一番できた。まあそうですね。で、よく消火栓とか防火水槽とかそこから水を、あ、気温は取って、そうです。ないところはこれを使うということですね。そうですね。一回この中にあれですか、つないで補給するわけですか。そうです。一回に水を、その消火栓だったり防火水槽の水を一回タンクに入れてから、はい、圧力で。なるほど。じゃあ実際は全体1回2000リッターよりも全体補給されるので、1万とか2万リッターとか補給ができるってことですね。あ、そうすると、極端な1時間ぐらいもできないことはないということですかね。そうですね。呼吸、まあ、消毒になったり、防御水槽についてれば、まあ、時間の補給は可能だと。初めて知りました。はい。ありがとうございます。次なんか説明していただけると。これは、機体が乗ることを、予定されたと言いまして、この、作家の中には、そう、9分の1ぐらいの時間が
昔のレンジャー部隊って言ったら、まあそうですね、こちらの車両さんは何名ぐらいだったんですか？車両は大体2万円で、で、移動がなると、隣に車両を乗り出す。はいはい。この車両も、例えば、人数が足らないから他の大田とか前橋とかお手伝いが来るって場合は、基本的にはそちらの車両で来るわけですか？火事現場がでかくて、救助隊が欲しいって場合は、これもこれは企業の人たちが乗るだけであって、はい、他から来る場合は同じような機体がやっぱりお手伝いに来るんですね。災害によってまあ、なんかあります。災害が大きくなれば、まあ、それから、まあ、ですね、大きな